はいどうも、夏です。さあ本日はですね、夢のような企画になっております。さあどんな企画かと言いますと、特別な許可をいただいて撮影している系の動画です。イエーイ。あー震える、メガネが曇る。はい、まあ、どんな特別なあの許可をいただいたかと言いますと、こちらのですね、じゃん、湯葉と豆腐の店梅の花さん、こちらの福山店さんの方になんと撮影許可をいただくことができました。イエーイ。はい、まあ、あの誕生日なんかにあのよく来させていただいて、まあ、ほとんど、毎年ですね、あの美味しい料理いただいてるんですけど、ダメ元でちょっとあの撮影とかダメですかって聞いてみたところ、支配人さんからなんと OK をいただきまして、なので本日こちらでですね、撮影の方させていただけるということで、私だいぶ緊張しておりますが、撮影の方やっていきたいと思います。はい、今ちょうどですね、お昼時なので、ランチの方をですね、ご紹介できたらなと思っております。で、まあ、今日ですね、妹の方も一緒に来ているので、妹と私とでそれぞれあの違うランチメニューの方を頼んで、まあ、そちら食べながら紹介できたらいいなと思っております。じゃあ早速行きたいと思います。イエーイ。オープニングを撮っていた場所から奥に進むと、今の時期紅葉が入り混じった鮮やかな景色が目の前に広がります。のれんをくぐって自動ドアを2つ抜けた先には、素敵な受付嬢の皆さんがお出迎えしてくれました。個室に案内されると、そこから見える景色は近くで国道が走っているとは思えないほど綺麗な景色が広がっています。はい、というわけで、個室の方に案内していただきました。衣装もいつものチャンネルスタイルでここから行きたいと思います。で、本日なんですけど、梅の花さんのランチメニューの方をですね、食べながらご紹介させていただきたいなと思います。あの妹と私とでまた違うランチメニューの方を頼んだので、まあ、どっちとも紹介できたらいいかなと思います。お料理の前に出されたサービスのほうじ茶でほっと一息つきます。可愛いマスクケースいただきました。基本あのスタッフさんとおしゃべりするときはマスクさせていただきます。ちょっとこもるかもしれないんですけど、ご了承ください。はい。あったかいお茶を飲みながら外の景色を楽しんでいると、早速最初の料理が運ばれてきました。ドリンクの注文を聞かれたので、私は完熟梅ドリンクのアイスを注文しました。まず最初に出てきたお料理は、人気のミネオカ豆腐に豆腐サラダ、茶碗蒸しです。最初にいただいたのは豆腐サラダ。上に乗っている黄色い細いものは九州のさつまいも、辛いもを揚げたものだそうです。辛いものパリパリ感と野菜のシャキシャキ感と豆腐の滑らかな舌触りがベストマッチした一品。ボール1杯食べたいぐらいです。続いては本日の小鉢、ミネオカ豆腐をいただきます。と、その前に先ほど注文したドリンク、完熟梅ドリンクのアイスが届きました。ほんのり酸っぱく上品な甘さの完熟梅ドリンク、アイスでもホットでもどちらでもお好きな方をお選びください。梅の花のミネオカ豆腐は牛乳と生クリームでできていて、とても滑らかな舌触り。上にかけられているソース状のものは柚子味噌となっています。こちらの小鉢は日によって変わるようなので、何が来るかはその日のお楽しみです。
続いては熱々の茶碗蒸しをいただきます。茶碗蒸しには珍しく中に小さなお餅が入っていて、スプーンですくうたびに何が出てくるのかワクワクする一品です。さらに妹が頼んだ彩りランチには梅の花名物の湯豆腐と湯葉に豆腐シューマイがついてきます。さらに飲み物は柚子の香りドリンクをホット生姜で注文。生姜をたっぷり入れれば寒い時期でも体ポッカポカです。では引き続き運ばれてきたお料理をご紹介します。順番にレンコンまんじゅう、湯葉揚げと生麩田楽、そして今回はクーポンを持ってきていたので峰岡豆腐をもう一品注文することができました。先にいただくのは先ほども食べた峰岡豆腐。次の峰岡豆腐にかけられている味噌はその名も木の芽味噌。私は個人的にこちらの木の芽味噌がお気に入りです。こちらのレンコンまんじゅうは中にレンコンを小さなサイコロ状にしたものが入っています。外は香ばしく中はもちもち、かかっているあんとベストマッチな一品です。次にいただくのは梅の花でも人気な料理を贅沢にも一つのお皿で提供された湯葉揚げと生麩田楽。2種類の生麩田楽はそれぞれ黄色の泡麩を柚子味噌で、緑のよもぎ麩を木の芽味噌でいただきます。一口サイズですがもっちり食感と濃厚な味噌の味で一口で十分満足できちゃいます。こちらの生麩田楽はファンもとても多いとのこと。もしお越しの際にはあなたもファンになっちゃうかもしれません。こちらの湯葉揚げはレモンをかけて食べると最高に美味しいです。そうこうしているうちに次の料理が運ばれてきました。こちらは後ほどご紹介します。後ほどご紹介しますが、梅の花さんに隣接した直売所おしとりさんでも売れ筋ベスト3に入るほどの超人気。午前中にはほぼ完売しちゃうのでご購入はお早めに。お待たせしました。次に運ばれてきたお料理はご飯物と香の物と汁物です。ご飯物は季節のご飯、うなぎのせいろ蒸し、和風ドリアから選べます。今回私は和風ドリアをいただきました。
こちらの和風ドリアには梅、シソ、大豆など体にいい食材が使用されています。ちなみに季節のご飯を選ばれましたら、12月はズワイガニの炊き込みご飯がいただけますよ。熱々のドリアを冷ます間にいただくこのものはさっぱりとしていて延々と食べていられそうです。湯葉が贅沢に入ったお吸い物は冬場になると少しとろみがついてさらに美味しさがアップします。私は今日この収録の間に一体どれほどの湯葉を食べたのでしょうか。贅沢すぎますね。再び和風ドリアへ手を伸ばしますが、まだまだ熱いです。なかなか食べ進めることができません。さて、ここまでたくさんの料理を食べてきましたが、どれも少ない量に見えて、実はしっかりとお腹に溜まってきています。豆腐料理専門と侮うことなかれ、しっかりとお腹は苦しくなってきています。けれどどの料理も最高に美味しいので元を取れている感じがします。いや、それ以上のものを取れている気がします。こちらは別途で注文した季節のかき揚げです。11月はキノコとエビのかき揚げでしたが、12月は芝エビと小柱のかき揚げになっています。妹から皆さんへお裾分け。半分ずつ塩と大根おろしのタレでいただきます。いよいよ締めのデザートです。11月の季節のパフェは栗パフェ。
下の層から角切りリンゴ、もっちりミネオカ、コーヒーゼリー、3種のグラノーラ、2種の栗のクリーム、栗の渋皮煮がたくさん。とてもボリューミーで贅沢なデザートになっております。ランチメニューには日替わりのデザートがつきますが、追加料金で季節のパフェに変更が可能です。11月は栗のパフェでしたが、12月はほうじ茶パフェになっております。コーヒー付きのパフェセットにもできるとのことで、詳しくはお近くの店舗さんへお問い合わせください。これにて梅の花福山店さんの食レポは終了となります。お腹も心も満足できるお料理をいただける梅の花さん、本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。続いて訪れたのは梅の花さんに隣接する直売所おしとりさんです。こちらでは梅の花でいただけた湯葉やお豆腐の商品の他に、焼きたてパンや豆乳アイス、新鮮野菜も販売しております。早速店内へ。今回はお店の方におしとりさんの売り上げベスト3を聞きました。一つ目は梅の花のお豆腐。京都で一番美味しい豆腐に選ばれました。症状もあります。確かに美味しいんですよ、梅の花さんの豆腐。二つ目は豆腐シューマイ、冬はカニシューマイも人気です。三つ目は湯葉揚げ。お店で食べたあの贅沢な揚げ物がお家で食べられるなんて最高。その他にも豆腐を使った一品や手作りのお惣菜、さらに梅の花さんで食べたお料理も、季節限定商品はもちろん、栄養バランスが整ったお弁当までも充実。これもカニに変わったのと、これもサラダに。すいません。さらに新鮮な生野菜やお菓子や鍋の素、ご飯のお供まで様々、冷凍食品も多種で充実。アイスも勢ぞろい。何やら気になる商品を発見。かわいいクリスマス仕様の練り切りでした。思わず一つ購入。中身は抹茶あんでとても美味しかったです。はい、というわけで梅の花福山店さん、おしとりさん、今日は本当にありがとうございました。今回、お世話になった梅の花さんなんですけど、お弁当の注文の方も受けたまわっているということで、こちらパンフレットいただいたんですけど、こういった種類があります。こういった注文はですね、お近くの店舗さんの方に伺っていただいて、注文の方をしていただいたら、いいと思います。あとですね、年末に向けて、多分この動画公開されている頃には12月の半ばぐらいだと思いますけど、はい、梅の花
特製のあのお正月おせちの方もこちらもですね注文が開始されているということなので、はい、もしよろしければ、店舗さんの方にですね、こんな豪華なおせちです、ちょっとパンフレットがパンフレットなので見えづらいかもしれませんが、年末豪勢なおせちで、1年を締めくくったらとても素敵だと思います。受け取りが、12月の31日なので、もし注文したいと思う方いらっしゃいましたらお早めに。いや、今日は本当にありがとうございました。ちょっとね、初めて許可をいただいて、堂々とお店の中で、撮影させていただける機会っていうのは、なかったので今まで、そんな中で撮影許可をいただけたっていうのは本当にありがたいです。はい、ここからね、またこういった動画が撮れるように私も知名度を増やしていきたいと思っているので頑張らせていただきます。ではこの動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。梅の花さん最高です。ありがとうございました。また来ます。